日本人系の学学はい、グループ、グループ名、沖縄スイートポテトが受けた悲劇をなんか発信するみたいな感じ。うん、あめっちゃいいと思う。What? Do you have a color preference anyone? No. No. 沖縄に住んでる人がずっと住み続けやすいのはもちろんベースだと思うんだけど、うち南中の人がをたくさん来てここで住んでほしいのか、なんかどんな風に思ったらいいんですかね。沖縄に今住んでる人が住みやすい街を作って、でそこに世界のうちなんちゅうがホームステイとして遊びに来るっていう。で交流を図る。で話ではあるけど、やっぱり都民をどんだけ還元できるか共有できるかっていうのが決定的に行き着くところはそこかなと思うんですよね。で都民の分け与え方もいろんな方法があって。現在情報自体が富だから、その情報を分け与えられるっていうのもいいかもしれないし、ただ情報の質にもよって、もちろん一番ありがたいのは Ela disse que o mais de Okinawa é bonito e que tem o Okinawa espalhado pelo mundo inteiro. Então, os próprios... Randam de... グループ90のコメンテーターは琉球大学名誉教授の町田先生です。よろしくお願いします。いい町っていうのは公共の交通機関がいいという考え方なので、それもどんどんつながっていく。ちっちゃいところにも県人会はあると思ってて、でその県人会が世界で同時に同じ日に行うことで、それぞれの国って時差があるじゃないですか。で24時間ライブ配信したら、みんないつどの時間に起きてもどの時間に寝てもこのゆいまーるの日っていうのは思い出せるっていうことで、ライブ配信とかしたりしたら面白いじゃないかっていう。重油とか軽油とか、あとタオルとか、そしたらこのストローだとかのプラスチックを減らしただけでは、結局他の軽油だとかタオルっていうのはもともと作んないといけないんで、それを作る過程で結局プラスチックの材料の重油とかって、重油の代わりってその重油を、まあ、まだ見つけきれてはないんですけど、重油を何に使うかです。 Another experience in our country like Argentina, Brazil, Peru, so we can improve. No, tipo puede ser un website o puede ser una cuenta de Instagram, pero que no sea solo porque hay el de visita a Okinawa, sí. Pero solamente ponen fotos bonitas. No te enseñan historia, no te enseñan sobre la guerra, no te enseñan el memorial. Perú とか移民したところの国にそういう同じようなものを作らないかという話をしてたけど、糸満にある博物館を作るのにはなんか費用がかかるし難しいと思う。ブラジルとかアルゼンチンとかそういう国でも、だったらモニュメントとか建てないか。でこのモニュメントでそのためには子どもたちの教育と技術をうまくマッチさせたらいいんじゃないかっていうところで、教育と技術をうまくマッチさせようっていうところで。Voy a decir en español un poco lo que ha dicho y lo que hemos estado hablando, es que hay muchas diferencias que tenemos que reducir, pero esta vez nos estamos enfocando en las diferencias que hay con los Nikkei, porque hemos estado hablando de... Internet で自分がこのホームステイに行きたいって、この日からこの日に行きたいですって書いたら、ちゃんとその日に勤めてもらえる人はもう、あ、この日に来るんですねって言って、私がここに勤めますってなったら、OK になったら繋がるって感じのアプリになれば。これ何でしたっけ、おめでとう。ぬちず宝号。ぬちず宝号で世界平和を青空学習をする。あるいは、子ども向けのワークショップをするという、それぞれ、具体的な案を出してきておりまして、大変ワクワクするような、テーマで、ございました。
でその中でユイマールの日っていうのを制定したいっていうことでした。でなんか私としてはいろんな日が増えそうなので危機感もありますが、そうではなくて、でも彼らは今ある世界のうちなんちの日に、これも絡めてイベントをしていけば、このユイマールの精神を伝えていけるんじゃないかっていうことでした。なのでユイマールが世界中の辞書に載る日も近いかもしれません。すごく面白い発表でした。ありがとうございました。だからその自分のふるさとの海はとっても綺麗だってい う, こう誇りがある。だからこのブラジルにいても何か捨てたものがその沖縄の海を汚くするんだったら捨てられないよねって思う、そういうところが大切なんじゃないかっていう話をしてくれました。議論としてはストラッグルされましたけれども、沖縄の人たちのその綺麗なもの、綺麗な自分たちの海を愛するという心を一緒に育てていこうという議論をしてくれて、非常に沖縄らしい議論だったというふうに思ってます。どうもありがとうございました。そういう大きな施設じゃなくてメモリアル、そういうこうモニュメントというのをですね、建てたらどうかどうだろうかというふうな意見です。でそれともう一つはですね、戦争体験、沖縄の持っている性質戦争体験というのをインターネットで伝える、体験者の感情気持ちというのを発信したい、まあ、もちろんそれはマイナスの経験とか体験なんだけれども、それを伝えることによって、じゃあどうしたらいいんだろうかという、それを受け取る人がやっぱりこうプラスの経験としてですね、受け止めてくれるということが背景にはあるんだろうというふうに思います。まあインターネット等々の技術がありますけれども、まあ、発信だけではなく、さらに議論できるこのチャットスペースを作った方がいいんではなかろうかと。今日は本当にこうテーブルを挟んでですね、このいろんな表情を見ながら価値観であったりとかですね、そういうのを共有できたんじゃないかなと。それが非常に重要だったんじゃないかなということで、参加した皆さんにですね、本当に敬意を表したいと思います。今日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございます。Now